エモエモ。こんにちは、エモコです。デジタルでお絵かきしてみたいけどパソコンや iPad を持っていない、そんな人に嬉しいニュースです。人気お絵かきアプリのクリップスタジオペイント、スマートフォン版に新しくシンプルモードが追加されて、スマホの小さな画面でもお絵かきしやすくなりました。ということで、今回はシンプルモードの使い方や便利な機能を紹介したいと思います。皆さんもこの動画を見て、ぜひクリップスタジオでお絵かきしてみてください。それでは行ってみましょう。これが新しく追加されたシンプルモードの画面です。ボタンの数が減って、その分お絵かきに使えるスペースが増えたので、スマホの小さな画面でもお絵かきしやすくなりました。機能が減ってしまったのと心配になった人もいると思いますが、大丈夫です。画面の右上からスタジオモードに切り替えをタップすると、今まで通り全ての機能が使えるスタジオモードに切り替えられます。簡単なイラストならシンプルモードの機能だけでも描けますが、スタジオモードにすればパソコン版や iPad 版とほぼ同じ機能が使えるので、初心者から上級者まで幅広く使えそうです。ということで、シンプルモードで実際に絵を描いてみます。画面の下にお絵描きでよく使う機能がまとめられていて、左下からペンと消しゴムの切り替え、ツール選択、選択中のツールの設定、色の変更、レイヤー操作があります。最初にツール選択からブラシをタップして使うペンを選びます。ボタンが以前よりも大きく表示されていて選びやすいし、ペン、鉛筆、筆などブラシの質感や形もわかりやすいです。スマホ版は指でも描きやすくなっていて、手ブレ補正で綺麗な線が引けたり、描くスピードを速くしたり遅くすると描き始めと終わりが細くなる入り抜きを再現してくれます。手ブレ補正や入り抜きの設定はブラシの右上の手ブレ入り抜き一括変更で調整できて、数字が大きいほど細くなる範囲が広くなります。入り抜きが不要な時にはなくすこともできます。一括で全てのブラシに適用されるので、一つずつ設定しなくていいのは楽で助かります。私の使っている iPhone では筆圧感知がありませんが、スマホ用のタッチペンも使えるので、指で書くのが難しい人は以前動画で紹介したようなタッチペンを使うと良さそうです。一部の Android スマホはパソコン用のペンタブレットも使えます。タッチペンのペン先と線がずれて見える場合には、画面右上の環境設定にあるタッチ位置調整で調整できます。書き間違えた時は左下のペンと消しゴムの切り替えをタップして、消しゴムで部分的に消すか、画面を2本指タップで直前の操作を取り消しして線ごと消します。消しすぎたら3本指タップでやり直しできます。画面の上の矢印でも同じ操作ができて、左が取り消し、右がやり直しです。ブラシや消しゴムの選択中に表示される横線は、上がブラシサイズ、下が不透明度を調整するところです。右に行くほどブラシが大きく濃く、左に行くほど小さく薄くなります。細かく調整したい時には、右にある数字をタップしてプラスマイナスで細かく変更できます。ツール選択にはよく使う機能がまとめられていて、移動、変形、選択範囲、歪み、図形、ブラシ、消しゴム、塗りつぶし、スポイトが選べます。ここにないツール、例えば定規やテキスト、グラデーションなどはスタジオモードに切り替えると使えます。絵の位置を移動したり、拡大縮小、回転など変形させたいときは移動変形を使います。変形は画像の端を移動させる自由変形や、服の柄などを絵に合わせて変形できるメッシュ変形があります。絵の一部だけ移動したいときは選択範囲で囲ってから移動します。顔のバランスを整えるときは歪みを使うと便利です。下書きができたので線画を描いていきます。下書きを描いたレイヤーをタップして不透明度を下げます。レイヤーのプラスをタップで線画用の新規レイヤーを追加します。指で線を描くのが難しい人は紙に描いた線画を使うといいと思います。試しに鉛筆で描いた線画をレイヤーのプラスを長押ししてカメラで撮影して追加で取り込んでみました。鉛筆だと色が薄すぎたので、線画として使うならペン入れした方が良さそうです。色調補正で線を濃く、背景を白くしてから照度を透明度に変換すると、背景を透明にできて色が塗りやすくなります。髪の毛は線画を描かずに
太めのペンで塗りながら形を取ります。線と塗りを同時にかける縁効果を使うと、髪の毛や紐、植物など細長いものをたくさん描くときに時短になるのでおすすめです。右にレイヤーを表示したままだと邪魔になりそうですが、絵を描いているときにレイヤーのところに指が来ると勝手に非表示になって、指が離れるとレイヤーが表示されます。下のレイヤーアイコンをタップすると右側のレイヤーを表示したり消したりできます。下書きで手をちゃんと書いていなかったので、次は手の素材をダウンロードして使う方法を紹介します。グリップスタジオは絵を描くときに便利な素材が10万点以上用意されていて、ブラシやパターン、漫画素材、画像素材、3D などいろいろな素材が使えます。素材を追加するときは左上をタップしてホーム画面に移動して、下にあるアセッツから素材を探してダウンロードします。絵にそのまま使ったりトレースしてもいい手の素材があったのでダウンロードしてみます。素材を使うときはグリップスタジオのアカウントでログインしてダウンロードをタップしたら開くをタップしてダウンロードが終わるのを待ちます。お絵かき画面に戻ると素材のダウンロード一覧に手の素材が入っているので使いたい画像をタップします。キャンバスに表示されたら大きさと位置を調整します。顔や体の線画を描いていきます。指で描くコツは絵を描きやすい大きさや角度で表示させることです。右手だと右の曲線が描きにくいので左右反転すると描きやすいと思います。デジタルは何度でもやり直しできるので、うまく描けるまで地道にやり直します。レイヤーの四角をタップするといろいろ調整できて、左がレイヤーの不透明度、右上からレイヤー非表示、削除、合成モード、クリッピング、透明ピクセルをロック、その他設定です。合成モードがいろいろとありますが、私は影を塗るときに定山にして濃すぎたら不透明度を下げる方法で影の濃さを調整しています。その他からレイヤー名の変更や縁効果、レイヤーの複製、下のレイヤーと結合もできます。レイヤー名を確認したいときはレイヤーの端を左にスワイプすると表示されます。ちなみに以前動画で紹介したベクターレイヤーやレイヤーマスクはスタジオモードで追加できますが、シンプルモードだと書く以外の操作はできません。線修正など書く以外の操作はスタジオモードでできます。線画が描けたらレイヤーのプラスを長押しして線画の下に新しいフォルダを作り、フォルダ内に新しいレイヤーを作ります。レイヤーを長押しして上か下に動かすと重ね順を変更できます。カラーパレットで塗る色を決めたら塗りつぶしを選択して色ごとにレイヤーを分けながら塗りつぶしていきます。タップで塗るで塗りたいところをタップするか、スワイプするとまとめて塗ることができます。今回は特に設定を変えなくても綺麗に塗りつぶしができました。線の隙間から色がはみ出る場合には隙間閉じをオンにしたり、線と塗りの間に隙間ができるときは色の濃さなどで調整できます。キャンバスにある色を使いたいときはツール選択のスポイトで色を選択できます。1本指ロングタップでもスポイトできますが、たまに誤作動して困ることがあったので右上の環境設定で線画のときはオフにして色塗りのときにオンに戻しました。下塗りができたら影を塗っていきます。下塗りのレイヤーをタップ、透明ピクセルをロックして影色を塗ります。レイヤーのクリッピングと透明ピクセルをロックはどちらも下塗りからはみ出さずに色を塗るときなどに使います。特にレイヤーを分けて塗るクリッピングは後から色を変えたり修正しやすいので慎重派の人におすすめです。筆の混色円ブラシで影色を塗って色混ぜでぼかします。新しいブラシを追加したいときはブラシの一覧の上にあるプラスをタップして新しいブラシを探すからブラシを追加できます。影を塗ったら光っているところを塗ります。背景は葉っぱブラシで木があるような雰囲気にしました。というわけで指で描いた絵完成です。描いた絵は画面の右上から画像やタイムラプスの共有ができます。シンプルモードの機能だけでも十分お絵描きできますが、スタジオモードに切り替えればパソコン版や iPad 版と同じ機能が使えるのもクリップスタジオのいいところだと思うので、スマホで描くときに便利なスタジオモードの機能も紹介してみます。全身を描くのが苦手な人は 3D デッサン人形を使えば
描くのが難しいポーズや角度の参考にできて便利です。 3D デッサン人形はシンプルモードでも使えますが、スタジオモードに切り替えることでポーズを細かく調整できたり、ポーズスキャナーやハンドスキャナーを使えばスマホのカメラで写した自分の体や手の動きを一瞬で 3D モデルに反映してくれるので、絵に必要なポーズや手の参考資料が簡単に作れます。他にも便利な機能がたくさんあるので、シンプルモードに慣れてきた人はいろいろと試してみてください。スタジオモードの一部の機能はブラシの上にあるプラスからスタジオモードからインポートでシンプルモードに追加できます。絵を描くのを中断したいときは左上のボタンからホーム画面に戻れます。描いた絵は作品一覧に自動で保存されます。ホーム画面では新しいキャンバスを作ったり、作品一覧から未完成の絵を選んで続きを描いたりできます。クリックスタジオのアカウントを作ってログインすると、絵のデータをクラウド上に保存できて、スマホで描いた絵の続きをパソコンや iPad で描いたり、逆にパソコンや iPad で描いた絵をスマホで開いて修正したりできます。最新のバージョン2で描いた絵もちゃんと開けました。クリップスタジオはイラスト SNS のピクシブで一番使われているアプリで、コミュニティがとても充実しています。わからないことがあってもクリップスタジオアスクで質問すると、先輩ユーザーがいろいろ教えてくれたり、公式講座やリップスにお絵かきに役立つ情報がまとめられているので、初心者の人でも早く上達できると思います。しかもスマホ版は1日1時間、ほぼ全ての機能が広告表示なしで無料で使えるので、じっくり試してから課金するか決められます。利用料もパソコン版や iPad 版よりもかなり安く、プロが月額100円、高機能な EX が月額300円で、年払いだとさらに割引されて、プロが1月あたり約58円になるので、1年以上使う予定の人は年払いの方がお得だと思います。スマホ版は画面が小さかったり、タッチペンの筆圧感知が使えないなどの制限がありますが、スタジオモードにすればパソコン版や iPad 版とほぼ同じ機能が使えるし、とても良心的だと思います。プロと EX の違いですが、 EX は漫画やアニメの機能に制限がないなど、プロよりも高性能な分少し高くなっています。なのでお絵かきメインの人はプロ、漫画やアニメも作りたい人は EX を選ぶといいと思います。有料プランの契約方法は、起動画面のお申し込みをタップしてクリップスタジオアカウントでログインします。アカウントがない人は先に新規登録して、申し込み画面で希望のプランをタップすると契約できます。解約方法は他のアプリと同じで、 iPhone は設定アプリのサブスクリプションから、 Android は Google Play アプリの定期購入から解約できます。今回スマホ版クリップスタジオのシンプルモードを使ってみた感想ですが、画面がすっきりして描きやすく、個人的にとても気に入りました。スタジオモードに切り替えればパソコン版や iPad 版とほぼ同じ機能も使えるので、お絵描き初心者の人はもちろん、将来絵を描く仕事に興味があってプロと同じソフトを覚えたい人にもおすすめです。スマホ版はパソコンや iPad を持っていなくてもスマホと指だけでお絵描きできるし、無料で試せるので、ぜひ使ってみてください。今回紹介したクリップスタジオペイントのリンクは動画の説明欄に書いておきます。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。